RPG ディベロッパーバキンで作る探索アドベンチャー、その進捗報告をしていきます。今回はこのゲームのスタート地点でもあるガラクタの街を作ってきました。以前マルタの家を作った時も大変でしたが、今回は街ということで規模も大きくなってかなり大変でした。いろいろと紆余曲折ありましたが、ようやく納得のいく形になったので、今回は完成に至るまでの過程も見ていこうと思います。よければお付き合いください。このゲームの舞台は地下世界っていう話を最初に挙げた動画でしました。なぜ地下なのかというと、主人公のマルタたちはとある巨大な穴の底に住んでるからです。この穴というのが実は巨大なゴミ捨て場でして、マルタたちはそこに捨てられているゴミ、つまりガラクタを利用して街を形成しているという設定になっています。問題はそのガラクタの山と居住スペースをどうやって融合させるか、その見た目が全然想像できていなかったんですね。設定を考えたはいいけど、ビジュアルが全く思いついていないっていう状態です。ガラクタを使った街ってどんな見た目なんだろうなっていうのをイメージするために、せめて街の一角だけでもと思ってそのラフを描いてみることにしました。こういうトタン板で継ぎはぎになった小屋があったり、その路地裏を通れたり、マルタの家から中央広場へ続く道は以前作ったマップに合わせると洞窟っぽい見た目の方が合うかなとか、あとは鉄骨でできた橋なんかもあるかなとか、まあ、とにかく手当たり次第に書いてました。廃材を使って作られた街なので、 FF7 の7番街スラムのようなものが一応頭の片隅にはあったんですけど、それでもいまいちピンとこないまま悩み続けて数週間は答えが出ない日々が続いてました。でそんなある日、夢を見たんですよ。同じことで悩みすぎたせいか、夢の中にまでガラクタの街のラフが出てきたんです。そしたらその夢の光景がかなりクリティカルで、そう、見た瞬間にこれだと思って飛び起きて、すぐさまパソコンをつけて書き起こしたのがこちらです。中央に巨大な円筒のゴミ捨て場があって、その壁面に大きめの土管が3つついている、そんな夢でした。この時見た光景をベースに、ずっと悩んでいたガラクタの山と居住スペースを分けてみることにしました。中央に円筒形のゴミ捨て場があって、その周囲に居住スペースを配置してみようと考えたのがこちらです。今までで一番手応えのあるラフでした。でこれを元に例によってモックを作って歩いてみたのがこちらです。この木の板は鉄でできた橋のようなものの代わりに置いてるんですけど、この橋の上から下のゴミ捨て場を見下ろす形っていうのはすごくいいなって思ったんですけど、問題はここです。このマップのシンボルになるはずのゴミ捨て場部分、円筒形の巨大な穴を作りたかったんですが、バキンの地形ではどうしても限界があります。そこで試しにブレンダーでシンプルな円柱を作って置いてみることにしました。それがこちら。テクスチャはひとまず最低限の雰囲気さえつかめればいいので、前回作ったマルタの家に使ったものをそのまま貼っているんですが、どうでしょうか。これあくまでバキンのマップに円柱を置くとどんな風に見えるのかっていうのを確かめるためにやったんですけど、私はこれを見て、ああ多分この方向性で合ってるんだろうなって思えたんですね。というわけで本番用に円柱のテクスチャを書き起こして貼ってみることにしました。それがこちらです。これはブレンダーの画面なんですが、作ってる最中にこれなんかめっちゃいいなって思えて、まだ円筒しか作ってないんだけど、現状でこれだけ見栄えがいいんだったら周囲に街をごちゃごちゃ作らなくてもいけるのではって思ったんですね。仮に作るのが円筒のみになると、本来周囲に置くはずだった居住スペースをどこに配置するかっていう話なんですが、ここで参考にしたのが首都圏外郭放水路です。正確にはその縦坑部分なんですけど、冒頭にお話ししたように私が最初にイメージしていたのは巨大な穴でした。そもそも巨大な穴といえばこれですよ。というわけで縦坑の見学の際に歩くことができる足場のようなものを設置してみることにしました。そこから各施設でアクセスできるようにすればいいんじゃないかなって思ったんですね。構造がシンプルにまとまったおかげで迷子になることもないし、プレイヤーの動線としてもとてもいい感じになりました。これが最初のラフのままだったら絶対歩くのめんどくさいですよね。ここからここに行くのどんだけめんどくさいんだっていうね感じがするんですけども、あとは物語に必要な要素を踏まえつつ、マルタたちの生活の流れをなんとなく考えた上でここを増築していきます。第一段階は左右の端に別マップへ続く出入り口があって、途中に扉が1つ、はしごで降りられる足場が1つといったとてもシンプルな状態でした。すぐ下には穴を塞ぐシャッターのようなものがあって、そのさらに下にガラクタの山が広がっているといった配置になっています。この時点ではシャッターの上に瓦礫や H 鋼が積まれていますね。第2段階で階段を追加して
上層へのアクセスとシャッターへのアクセスが可能になりました。せっかくシャッターがあるんだったらここは歩けた方が楽しいだろうなっていう理由で作ったんですけど、これで一気に移動範囲が広がりましたね。ここに小物やライティングをして雰囲気作りをしていきます。第3段階でシャッターの反対側に農園を作ることにしました。これはマルタたちの生活について考えた結果追加されたものなんですが、プランタースタンドに植木鉢、生えている作物に小さいスコップ、土の山など新規で作らなきゃいけないモデルが多すぎて農園だけで1日潰れました。ちなみに農園はマルタの家の中を作る時にもやったスクショに直接ラフを描いてみる手法をとっています。こうすることでどのくらいの規模のモデルをどのくらい配置すれば見栄えが良くなるかっていうのを事前にチェックすることができます。最後にシャッター間に橋を渡すことで農園側にもアクセスできるようになりました。これで物語に必要なマップへの経路も確保できました。続いてレンダリング設定です。マルタの家の時に使ったレンダリング設定をそのまま適用させるとやたらと画面が暗くなってしまったので、ガラクタの街は街専用のレンダリング設定を新たに作ることにしました。地上からの光が若干入りつつもあくまで地下世界っていうのを漂わせるちょうどいい塩梅を探すのが大変でしたが、最終的にはこんな具合に落ち着きました。ちなみにレンダリング設定をいじってる最中に発見したんですが、ライトの強度とか背景の環境マップの強度なんかをいじると途端にイコミが出てきて一人でテンション上がってました。今回は設定的に使うことはできませんが、この光で白飛びさせまくってる感じ独特でいいですよね。最後にカメラの設定です。マップが円筒形をしているのでカメラはこの位置に置いて、ここからプレイヤーを追いかけるように回すことでカメラそのものの位置は動くことなく角度だけで描画するようにしてみました。上下の高低差もあるのでY 軸の高さを判定して違和感の出ないような見せ方を個別に処理しています。こんな具合に Y 軸が変わったタイミングでカメラ設定も変動するようになっています。なかなかいい画角が決まらなくてカメラの設定だけで1週間ぐらいかかってしまいました。とここまで紹介してきたガラクトの街ですが、現状致命的な欠陥があります。それは何かというと、はい、コリジョン抜けがあるんですね。この階段部分なんかめっちゃ落ちるんですよ。私の場合コリジョン以外にもそもそもこのマップは通行不可の地形で埋めているので落ちるはずがないんですが、割と頻繁に落ちてしまいます。もう一つ気になっているのはこのカーブしているところのコリジョン、これがめちゃくちゃ引っかかるんです。これ普通なら左を押してるだけでスーッと柵沿いに沿って歩いてほしいですよね。これらのコリジョン抜けとカーブに引っかかる問題についてはスマイルブームに問い合わせたところ、修正いたしますが検証を含めて少々時間をいただきますと幸いですと回答をいただいております。ちなみにこの返事をいただいたのが8月9日だったんですけど、いろいろとねアップデートでも忙しいみたいで現状まだ治っておりませんが、いずれ直してくれるそうなので改善を待ちたいと思います。はい、といったところで今回は完全に進捗報告のみとなってしまいましたが、こんなところで終わろうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。